はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ今回もね ASA やっていきたいと思います。相変わらず草ですね。草、キノコめっちゃ生えてるんだよな。はい、ということでね、まあ ASA もねまだ序盤の生活ということで、皆さんあれですかね、セメントってどうしてますかね。セメント結構欲しいですよね。で、まあ、例えば、キッチンケラチン集めてきて、石とね。で、まあ、セメント作るっていうのもありだし、あとね、ビーバーちゃんのね、ダム、家ですね、巣を漁りに行って、セメント取ってくるっていうのも、まあ、ありですよね。なんですけど、まあ、いずれもね、時間がかかると、手数も必要だしね。ということで、今回ちょっと一発逆転を狙ってね、この子、ケロケロ1号くん。はい、このね、カエルちゃんですね。カエルちゃんをね、仲間にして、ちょっと一発逆転ということで、今回、やってみたいと思います。さあ、唐突にですね、一発逆転なんて話してるんですけども、この子ですね、ベールゼブホっていうね、カエルなんですけども、なんとですね、このカエルちゃん、虫をね、倒すと、セメントが手に入るんだよね。そうなんですよ。ただね、この子自体はね、まあ、そんな強くはないので、って感じなんですね。で、じゃあ、まあ、この辺りで虫をね、探してっていう風にやってもね、効率がまあ悪いと。ちょっとね、その前にこの子、ビョイーンってこんな感じで機動力抜群。ちょっと行きますよ、もう一回。スーパージャーン！ふぅ。かわいいでしょ？うん。で、ちなみに、こんな感じで、ベロベロってね、これね、ちょっと、結構ね、えぐいっすね、これね。ほら、ベロベロ、ベロベロっていう。これ、左クリック。右クリックだと、あれ？右クリック出ない？右クリック出ないぞ。あれ、おかしいな。出なくなっちゃったな。まあいいや。この子ね、こんな感じで、ベロベロンってこうね、ちょっとキモいですけど、うん、そう、虫に対してはね、いいんだよね。で、まあ、こういう普通のね、広いところで虫探しても大変なんで、そう、一発逆転といったら、まあ、そこしかないでしょう。行っちゃいましょうよ、ということで、免疫の洞窟に行きましょう。はい。洞窟の中でね、結構難易度は高いところなんですけども、免疫の洞窟にね、ちょっと行きたいと思います。で、今、ステータスがですね、この子ね、レベル80で捕まえてきて、ちょっとレベリングしたんですが、体力がね、まあ、2000あるかないかぐらいと、近接350。そうですね。とにかく体力さえね、なんとかなってくれればって感じ。で、今から向かうね、その免疫の洞窟っていうところは、ガスがね、充満してて、普通にね、このまま行ったら、ダメージ受けちゃうんですよ。で、本来ならですね、ガスマスクっていうのが必要なんですけども、ちょっとね、まだね、今の時点ではガスマスクを作るための素材がなくて、作れないんですね。で、ガスマスクは、本当はですね、ここで、これです。作れるんだけど、この、吸収性機材っていうね、これがないんですよ。これはね、海に潜らないとね、手に入らないので、困ったな、ということなんですが、実は、あのですね、その免疫の洞窟の、そのガス、マスクがない場合はですね、なんと、装備にですね、この今、ギリ一式着てるんですけども、ここにもう用意したんですが、このスキューバですね。海に潜る用のやつね。このスキューバを 3V と、こんな感じ、ちょっとおかしな格好になってるんですけども、ギリ 2V ですね。スキューバ3のギリ2で、これでもね、OK だったんですよ。以前はね、ASE の時はね。で、今回 ASA になって、これが通用するかどうかもちょっと知りたいので、ちょっと免疫の洞窟行って、まあ、奥まで行きません。もう入り口のちょっとのところだけで、虫少し買って、で、セメントが、まあ、取れればなと。で、セメントなんですけどね、今ね、これ作ってる最中で、工業炉ね。あと、425でいいんですよ、セメント。うん。だから、まあ、5スタックあればもう十分と。そうすれば、この工業炉も作れるんで、まあ、その分だけ5スタック分、目指せ5スタックということでございます。ちなみに、まあ、第2拠点、本拠点の移転に向けてですね、今着々と準備をしていて、もうね、かなり揃ってきました。これだけ作りました。もうグリルも作ったし、化学作業台も作りました。これもきつかったんだけどね、これ作りました。で、建材もね、まあまあ揃ってきたので、
あとね、だからね、工業路さえあればもういけるかなってとこなんですよね。はい、ということで一発逆転今回狙いに行きましょう。じゃあね、ちょっとカワウソのね、まあ、癒しちゃんはですね、お留守番ですよ。もうお留守番、お留守番。もうね、危ないからね。そう。で、自分はね、もう、ひょっとしたら死んじゃう確率かなり高いんですが、はい、セメントをね、持って帰ってきたいから、死ぬわけにはいかないという感じで行きましょうかね。よし、というわけで早速行きましょう。で、この子ね、ケロケロ1号なんて名前ついてますよね。ちょっと申し訳ないんだけど、多分この子はね、短い命になる。まあ予感というか多分なっちゃいますね。なのでまあおそらくこれが2号3号4号となっていくんですけどもね。はい、とりあえず今回はこの子でいきたいと思います。ゆくゆくはね、ゆくゆくはですよ、まあ高レベルのね、まあ親をですね、父母と捕まえて、で、ブリーディングしてね、子供たち、まあ強いね、カエル軍団を作ってっていうのはいずれはやりたいんですけども、ちょっと今回はね、まずね、この子だけで行ってみたいと思います。では早速免疫の洞窟に向かいましょう。さあやってまいりました。若干地形がやっぱ変わってるな、この辺り変わってる変わってる変わってる。でもね、洞窟は間違いない。これだわ、分かりやすいわ、ここですね。よし、ケロケロ1号頑張ろう。あ、ちょっと待って、アルファのさ、アルファのラプトルがいるぞ。これやっとかないとまずいね。ちょっとこれ先やりますか。おい、こんにちは。さーて、ウグイスちゃんもね、かなりレベリングしてるんで、もう。はい、あっさりでございますよと。さあ、じゃあ、行きましょうか。もう今回ね、ちょっと気合一発なんで、あれ、ちょっと待って、これ洞窟じゃない？ひょっとして。なんだよ、これ違うじゃん。ここかと思った。ちょっと待ってください。あれ？おかしいな。この辺りのはずなんですが、ちょっと待ってください。もうね、地形がかなり変わってるから、これじゃなかったな。もう一個、待ってください。そこに池があるから、か、あ、もう一個上だ。そうだよね。何個か、あ、ここ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 ですね。ありましたありました、ここです。間違いない、これだ。よし、ケロケロ1号今度こそ心の準備はいいか。やばい、なんかめっちゃ怖い声がしてるんだけど。サーベルタ、あ、ティラコレオか、あれ、もしかして。ティラコレオっぽいですね。あ、ティラコレオだね。かっこいい。真っ黒じゃん。レベルいくつかな。あ、しまった。あれ、置いてきちゃったわ。望遠鏡。ちょっとじゃあ、もう、レベル、もう関係なしで。これは、まずいですね。やっとかないと。レベル5か。なんだ。よし、ティラコレオ、成敗。さあ、じゃあ行きましょうかね。もうね、気合一発なんで、寝袋も何も置かずに行きたいと思います。やばい、いきなりもう免疫の洞窟だよ。ということで、ちょっと待ってください。ね、ここで、ちゃんとですね、これをね、3V つけて通用するかどうかということで、早速、じゃあ入っていきます。来た、来た、来た。大丈夫か？あ、なんか大丈夫そうだね。うん、大丈夫そう。うわー、めっちゃさ、リアルになったね。洞窟の中。やばい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 。これさ、暗すぎるな。サドルにつけられるか？あれ？ちょっと待って、入ったか？よし、これで行きましょうか。おお、雰囲気抜群、ムーディーだな。でね、あ、いたいたいた、早速いた。そう、あまり奥に行っちゃうととんでもないことになっちゃうから、もうこの入り口あたりでちょっとちま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 やって、あー、この雲やばい、レベル190とか255とか限界突破してるわ。まずいかな、まずいかな。大丈夫だ、粘るしかない。弱い、こっちの、あ、よし、一人やった。
この雲はな、何の得もないんだよな。虫を倒したいんだよね、虫をね。もうこの目の前の、待って、怖い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 音がしてる。この目の前のここをくぐったらもう地獄のね。あ、来た来た、これメガネ裏とかいいんだよ。ほら来た、セメント手に入ってる。ここここここ、うまい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 、やった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 、うまい、今おいしいおいしいおいしい、あ、めちゃくちゃ来てるめちゃくちゃ来てる、はい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 、100とか、あーあー、いい、画面がめちゃくちゃになってる。もうね、400とかなってるから、もう帰ってもいいな、もう帰るか帰るか帰るか。ゆくゆくはね、あれですよ、アーティファクトとかね、取りにね、こう来たいんだけど、とりあえず今回セメントだからね。ちょっと待って待って、もうめっちゃ手に入ったんじゃない？ちょっと一旦戻ろう、一旦戻ろう、一旦戻ろうよ。危ない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 、うー、怖い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 、帰ってきた帰ってきた帰ってきた、生きて帰ってきたぞ。おお、123、ん、なんだ、まだ残骸がここに見れるのか。はい、ちょ待って、めっちゃ手に入ってんだけど。ほら、123456、しかもレベルめちゃくちゃ上がった。あー、どうしましょうね、これちょっと欲の川が出ちゃうな。よーし、今ね、レベルめっちゃ上がったんで、体力3700と近接710まで上げた。ただね、サドルがですね、この衛星になってからね、サドルが、これ、ほら、見てください、耐久があるんだよね。で、サドルがさ、もう半分以下になってるから、ちょっと修理しようかな。繊維があと3。アルゲンのね、インベントリで作業台と同じことができるから、よし、アルゲンちゃん、こういう時便利だよね。出張サービス、出先でさ、これで揃ったね。修理できちゃう。ほら、めっちゃいいよね。出先で修理。OK。で、さっきで、ね、取ったセメント、ちょっとアルゲンに持っててもらって、この辺りいらないから捨てて、ですね。よし、これも預けていくか。OK。で、もう一度サドルをつけて、ほらい。よし、ちょっとさ、これ味しめちゃったからさ、もう一回行ってきていいですかね、これ。でも奥には行かないよ、奥には行かないよ。ちょっと待って、自分のレベルも上がってるから、近接、体力、重量上げようかな。ちょっともう一回だけ、いやー、あの時、もう一回行くなんて言わなければよかったっていう話かもしれないけど、ちょっとダメだ、美味しすぎる。セメントがうますぎる。怖いけど行っちゃおっと。よし、行くぞ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 。あのね、メガネ裏がめちゃくちゃ美味しいんだよね。あ、いた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 。でさ、これレベルが、相手のレベルが高いから、結局経験値はいっぱい入るんだよね。洞窟の中の生き物は限界突破してるから、その通常はね、150なんだけど、野生生物の限界がね。ちょっとさ、こっからさ、待って、これ奥に行くとさ、厄介だから、あ、マイマイがいた、ごめん。マイマイやっちゃったか。マイマイ220。ちょっとずつ奥行こう。あー、これ調子に乗って赤クレートも見に行きたくなっちゃうけど、はい、ヘビ来た、ヘビ来た、ヘビには勝てるか。あー、でもね、やばい、近接めっちゃ上げたからさ、強くなってる。これいけるのか、もしかして。でもテイム個体短期で行くのはさすがに怖すぎるよね。あ、やばいやばい、めっちゃ来た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 。あー、これまずいかもな。雲には相性が良くない。体力だけ見てしっかり。おらおら、右クリック攻撃、うい、やばい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 、雲がめっちゃ来てるわ。あー、よしよしよし、さっき洞窟に来た時のね、このケロケロ1号くんとは違うんだ、めちゃくちゃ強くなってる。あー、いけ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 、なぎ倒していく。そして自分の体力もまだ大丈夫の。あー、もうヘビだらけだ。よしよしよし、うえうえってやってる。あー、もうね、あと雲ばっかですね。あ、来た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 、いけー、おらおら、おお、いいダメージ出てるね。900とか出てるよ。右クリック攻撃、やべやべやべ、麻痺がかなり溜まってきてるけど、よしよしよし、いいよ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 。ケロケロくん、ケロケロくん、いい仕事してる。固定放題だったけどね、ほぼね。
さあどうしよっかな。もうちょい奥まで行けるような感じになってきちゃったな。やば、レベルがめっちゃ上がるわ。もう近接に振っちゃうか。体力3700、一応4000にして。おお、ちょっとでもいまいちだったな。もうちょい行くか。ちょ待って、自分の防具の耐久はまだいけるね。行くか。ちょっと心配だけど。ここまでは来た。ラインを上げていく。あ、まずい。ムカデはまずい。防御やられた。戻る。これダメージめっちゃ食らってる。危ない。ブリュー使うけど、もったいない。ブリューね、これ、供給品クレートで出たやつ。戻ろう。自分の装備が全部やられちゃったわ。ムカデのね、毒液で、装備がやられるんだよ。危ない。オッケー、ブリュー温存できた。よっしゃー。帰ろう。カエルだから帰ろう。やったぞー、俺たちはやり遂げたー。めちゃくちゃ美味しかったー。いやー、ちょっとさ、序盤でまだ、まあ、洞窟の攻略っていう意味ではね、全然ないからさ、洞窟の攻略じゃないからいいんだけど、でも、この使い方もありだね。うん。レベリングもできるし、キロキロ一国もレベル190になっちゃったよ。これ、150近くの子捕まえてきてさ、ブリーディングしてさ、ブリ個体で行って、かなり序盤、セメント美味しいんじゃないかな。近接振ればね、多分いっぱい手に入るから。いやーでもよかった。生きて帰ってくるのがね、もう何よりですからね。ボロボロになっちゃったけどね、装備ボコボコにされちゃったし。でもいい。生きてるってことは素晴らしいことですからね。よっしゃー、大収穫。みんな帰ってきたぞー。マツコ、石織、帰ってきたぞー。よっしゃー、ケロケロくん、ゆっくり休んで。いや、ケロケロくん、強かったな、おい。君、やれたねー。ちょっとなんか、まだ、タイマーついたままだけど。まあ、いいか、かっこいいから。うわー、めっちゃ頑張ってくれたー。いやー、レベルが上がったから、強かったね。うん。これさ、ご飯食べる音聞いてください、これ。おわって言ってる。かわいいな。よっしゃー。で、やったぜ、これ見てください、これ。キチンもいっぱい手に入っちゃったし。最高じゃんか。1,2,3,4,5,6,7、800も手に入っちゃった。もう想定以上。よーし。じゃあ、ちょっとまあギリーはね、修理が、有機ポリマー取りに行かないとないから、ちょっとギリーの修理は、あれですね、スキューバとかみんなやられちゃったな。有機ポリマーの予備があったかな。あ、もうないっすね。ちょっとこれまた取りに行かなきゃいけない。よし、これはしょうがないから、一旦ここに入れておくか。ギリーね、修理してと。で、スキューバも全部やられちゃったから、スキューバこっちで修理なんだけど、じゃあ、セメントをすべて投入します。そして、起動。ついに来たー。工業炉作っちゃおーっと。いやー、このね、仮住まいの場所でここまで作ることができて、よかった。うん。ですね。これ、一応修理しておくか。今、どうせ素材あるし。うん。で、あと、ギリを、鈍い装備。これね、鈍いさ、修理すればまたいけるね。そうだね。靴と、靴がないか。だから、有機ポリマーだな。ペンちゃん行かなきゃいけないな。うわ、セメント潤った。そして、あ、できましたね。工業炉来ました。よし。OK です。これでね、ひとしきりね、必要なものはもう作ったので、ですね。次回いよいよ、お引っ越しかな。いや、癒しちゃん帰ってきたよ。やったぜ。でね、キッチンもいっぱい手に入ったので、まあ、これもですね、ここでね、石とね、組み合わせて作れるからね、まあ、ここでも作っていく。ね、すり橋すりこぎでね。石があんまり、あるある。石もね、持って、そう、こういうことですよ。だから、まあ、やっぱ稼げるね。洞窟に行って、
カエルで虫狩り。これセメントめっちゃ稼げるよ。うん、最高ですね。まあ、マイマイっていう手もあるんだけど、マイマイはね、まあ、時間かかるからな。とりあえずやっぱりカエルで虫狩りっていうのが最高効率じゃないかな。ですね。あっという間に30分ぐらいでもう600、800ぐらいでしたっけ、まあ手に入ったかな。いや、これ最高ですわ。はい、というわけでございましてね、今回の主役、このカエルちゃんですね。いやー、いい働きだった。ありがとう。めちゃくちゃ頑張ってくれたよ。ごめんね、最初さ、君の命はもう多分短いだろうなんて言ってたけど、無事生きて帰ってきた。まあでもね、レベル80より下だったらちょっと厳しかったかもしれないよね。まああとは、あの洞窟一応ね、分かってたからね、自分は知ってるから、まあ無茶はしなかったっていうのも一番大きいんじゃないかなと思うんですけどもね。はい。いや、ありがとう、ありがとう。君のおかげで工業炉完成したよ。ありがとう、ありがとう。はい、ということでね。いやー、頼もしい仲間が増えてよかったです。じゃあまあね、次回は、まあそうだな、建築行きたいんだけども、他にもね、もし出会いがあってね、この子はっていう子がいたらまた捕まえていきたいと思うんですけどね。はい。というわけでございましてね、今回ここまでとなります。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。